スノーキーの FX 非核攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではルーピー普段検証動画シリーズということで、リアル講座編お話していきたいと思います。ということで第8弾ですね。大統領選の開票作業中に60万円でスタートして、まあ、いきなり10万円ぐらいマイナスから、始まったんですけども。で、今回は、戦略の変更ありということで動画の最後に、講座をまだお持ちでない方向けの告知があります。ということでですね、前回稼働させたのが、ループイフダンの、米ドル円 S、売りですね、を3000通貨でした。で、まあその後どうなったかというと、結構揉み合ってくれたんですよね。はい、まあそこそこ揉み合ってくれて、で、この、はい、FOMC の発表前に提出させました。で、このあたりで結構稼いでくれて、でね、まあ含み損が数万円あって、それを、決済してもプラスでした。はい。ちょっと言葉説明すると分かりにくいんですけども。で、まあ、週足で見ると、こんな感じですね。で、その FOMC の、ごめんなさい、FOMC の、ここで一旦止めて、ね、そして116円になったところで、再度またショートを入れました。はい。ちょっと取引数量ね、3000通貨でやってたのを2000通貨に、一旦減らしました。というのも、ちょっと余裕が欲しかったというのと、あとまあ、もしもということを考えて、はい。で、まあ、はい。結構ね、また揉み合いが続いたので、まあ、コツコツと稼いでくれています。で、前回動画投稿時と比べてですね、口座残高は、16,760円ということで、結構ね、増えています。ただまあ、含み損があるので、ね、売ったのが116円ぐらいなので、まあ、そこに戻ってきてくれると、かなり楽になるかなと。一時期ね、口座残高50万円切っていたんで、そこから考えると、まあ、かなり戻してき、ましたという感じです。で、まあ、これから先なんですけども、とりあえず、まあ、今、117円台後半ぐらいでしたっけね。なので、FOMC 後の 118.6 をまず抜けるかどうかですよね。で、抜けると次は、121円ぐらい。はい。で、そこに来ると、ちょっと、含み損がかなり膨らんで厳しいんですけども、おそらく、放置というか、このままにしとくかなとは、思います。はい。といった感じです。で、この後は、告知です。はい、私のブログと、ループイフダンが利用できる iNetFX さんとのタイアップキャンペーンというのを行っております。タイアップ専用バナーからの新規口座開設と10万以上の入金で、FX 取引をしなくっても、クオカード2000円分と、私が書き下ろしましたオリジナルレポートが、もらえるというものになっております。この動画の解説欄に、その URL を貼っておきますので、よければご覧ください。そちらからオンライン講座解説申し込みが可能となっています。ということで今回はループイフダに関するお話でしたけども、これ以外にも FX バイナリーオプションシステムトレードなど投資に関する幅広い情報を配信していきたいと思います。そして、ブログの方もこの動画の解説欄に URL を貼っているんですけども、まあ、スマートフォン、タブレット、パソコンなどのお気に入りブックマークに追加をお願いいたします。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。